どうもアリスキテラです。今回もセブンナイツ2やっていきたいと思います。で、今回は成長ダンジョンのエリクサーダンジョンの方に行ってみたいと思います。で、成長ダンジョンの方なんですけど、ゴールドダンジョン、霊痕石ダンジョン、あとルーンダンジョン、経験値ダンジョン、これは全部今10段階目までクリアできてるんですけど、エリクサーダンジョンだけまだ10段階目がクリアできてないので、10段階目に挑戦したいと思います。で、昨日だったかな、伝説キャラ召喚券でデロンズさんの方が来てくれたので、単体アタッカーが1人増えたということで、挑戦してみたいと思います。それでは行ってみたいと思います。うお、デロンズいいダメージ出してるな、これ。反撃の時間だ。このダメージは痛いな。セット使います。あとデロンズが落ちそうだな。ああ、デロンズが落ちそう。ちょっとやっぱり育っててないんで、あんまり。あ、これやばいんじゃないか。大丈夫か。危ない危ない。ちょっとこれ避けた方がいいな。これ絶望の波動避けよう。怒りの方向避けて、うわ、盾が持つか、盾が持つか。これ危ないな。絶望の波動来た。倒して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 、 OK、 倒した。さあ、最後最後のボス、波動が来たら逃げよう。これはうん、怒りの方向、おっと、巻き込まれてない。大丈夫、いけるいける。あ、ちょっとこれこれ危ないな、これ危ないな、危ない。時間的には余裕がある。あ、デロンズが入っちゃった。 OK OK OK、 クリアできた。 OK、 とりあえずクリアできました。結構でも余裕でクリアできましたね。1分ぐらい余ってましたね。というわけで無事エリクサーダンジョン難易度10クリアすることができました。これで成長ダンジョンすべて10段階までクリアすることができました。よかったです。で、あとちなみになんですけど、ちょっと最近思ったことがありまして、まあ、知ってる方も多いかもしれないんですけど、まあ、このどの段階をやるかっていう話なんですけど、この6段階目の S ランクと、まあ、7段階目の D ランクは報酬が、まあ、同じっていう話があったと思うんですけど、なのでクリアできなくても、1個上の段階をやって、まあ、C ランクとか取れると獲得量が増えるっていうことなので、できるだけ上の段階をクリアできてなくても上の段階をやるっていう話だったんですけど、
8段階目と9段階目についてなんですけど、8段階目で S ランクを取ると高級エリクサーが、まあ、これマックスの値で言うんですけど、高級エリクサー375個と希少エリクサー217個がもらえると。じゃあトータルすると、592個もらえます。で9段階をやると S ランクを取っても希少エリクサー315個しか手に入らないと。で希少エリクサーを集めたいのであれば上のランクをやった方がいいとは思うんですけど、もしこの高級エリクサーを集めたい場合はこれわざと8段階目をやった方が、その希少エリクサーを制作で高級エリクサーに変換するっていうことを考えると、高級エリクサーを集めるためにやるんであれば8段階をやった方が、高級エリクサーの数を集めやすいっていうことがあるので、まあそのキャラにどのエリクサーを使いたいかによって、使い分けた方がいいなっていうことがあったので、一応、伝えておきたいと思います。だから私なので9段階まで、まあ、結構前にクリアしてたんですけど、この9段階希少エリクサー315個しか入らないん で今育ててたキャラが、まあ、高級エリクサーが結構必要なキャラだったりすると、このわざと8段階の上をやって、でもらった希少エリクサー217個を、高級エリクサーに制作で変換すると、結局高級エリクサーの数としては592個もらえるので、その9段階で S ランク取っても希少エリクサー315をこう制作で高級エリクサーに変えても315個しか入らないので、だいぶこっち下の段階をやった方が高級エリクサーを集めるっていう意味ではお得になるので、まあ、その辺はちょっとキャラにどのエリクサーを使いたいかによって使い分けるといいんじゃないかなと思いました。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。あ、すいません。編成の方をお伝えしなかったので一応伝えておきたいと思います。で、盾役にルディ。で、アタッカー枠にレイチェルとデロンズ。で、後衛にスキル回しと回復要因でシャイ。で、ペットはまあダメージが出るコゼットを採用してます。で、各キャラの育成状態なんですけど、装備管理で見た方がいい。まず盾役のルディはこんなステータスになってます。で、アタッカーはレイチェル。レイチェルは一番育ててこんな感じ。で、デロンズの方が、デロンズはどこだ？こんなステータスで、シャイはこんな感じになってます。シャイだけあれですね、スキルクールタイム預言者の誓いをつけてます。あとはまあ攻撃装備ですね。で潜在力、ルディはこんな感じで、レイチェルはまあかなり鍛えてる方です。で、シャイはこんな感じ。で、デロンズはまだ全く振ってないです。で、陣形の方はクリティカル陣形でレベル9。で、そうですね、攻撃タイプが真ん中2人いる感じですね。で、あと、新勢力の方、攻撃力レベル10に、昨日成功しました。こんな感じですね。で、あと、マスタリーの方は、レベル25のところが、攻撃型の味方の攻撃力が 25%。あ、25%じゃない、5% 上昇。まあ、攻撃タイプ2人いるんで。で、
レベル50の効果が単体スキルのダメージが 40% 上昇を使いました。というわけで以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。